ちょっと、母ちゃん、母ちゃん。何よ、うるさいわね。あんたに頼まれたプラモデルだったら、ちゃんと買ってきて部屋に置いてあったでしょ。いや、確かにプラモは置いてあったよ。でも俺言ったよね。青島って会社から出てるイデオンっていうロボットのプラモデルで、ソロシップっていう母艦の上で、イデオンが腰を下ろしてる箱絵が目印だって。ちゃんとプラモ屋のおじさんにそう言ったわよ。でもこれは腰を下ろしたイデオンにソロシップが乗っかってるポケットパワーソロシップイデオンじゃないか。そんな細かい違い母さんわかんないわよ。細かくないよ。むしろ何かが大きく間違ってるだろ。そもそもこいつはロボットの姿をしてないじゃないか。それどころか飛行機でも戦車でも宇宙戦艦ですらない。これは何なの。母さんに聞かれてもわからないわよ。誰にもわかんないよ。数学のテストじゃあるまいし、プラモデルでまさかの解なしだよ。正体不明にして前代未聞の名乗しがたき何かだよ。クテルフの邪神か。はいはい、夜ご飯カレーでいい。聞いちゃいねえな。まあ買ってきてしまったものは仕方ないか。どこで買ってきたんだよこんな古いプラモ。晩ご飯カレーでいいよ。人参いらないよ。あんた毎回それ言うわね。よし、できた。当然といえば当然だが、箱絵と同じものが出来上がった。なんじゃこりゃ。本来母艦であるはずのソロシップが頭の部分に乗っかった状態で、両足をピンと前に出し、揃えた膝の上に生首を乗っけた状態のイデオン。何一つ間違った説明をしていないのに、何を言っているのか自分で全く理解ができん。だいたいソロシップは全長約400メートルだぞ。逆算したらこのイデオンは1000メートル以上あるじゃないか。そんな巨大なイデオンがイデオンソード振り回したら、そりゃバフクラブは裸足で逃げ出すわ。はあ、まあだけどソロシップを取り外して頭を元の位置に戻せば、ちゃんと普通のイデオンになるじゃないか。なんであんな奇怪な姿になる必要があったんだ。かなり古いキットだけど、プロポーションは悪くないぞ。この頃は腰のデザインのせいで足を前に出すのが苦手なプラモが多かったから、足を大きく上げられるのは珍しいかもな。でも膝が全然曲がんないから、膝立ちポーズは無理だな。基本的な関節はちゃんと稼働するし、お尻のレバーを引いて離すと、股間からカプセルが飛び出しますって。なんじゃこりゃ！なんでこんな機能がついてんの？俺の知ってるイデオンは絶対に股間からカプセルが飛び出さないよ！ポケットパワーのポケットをまさか股間のど真ん中に持ってくるとか、どんな判断なんだよ！そしてこのカプセルに何が入っているのかといえば、トランシーバーに双眼鏡にカセットテープって、これまた意味がわからん。イデオンの股間から発射された超巨大なカセットテープで爆破されるバフクラン兵の気持ちを考えたことがあるのか。そして隣にも変なのがおる。なんじゃこりゃ。その瞬間であった。イデの発動が起こったのは。カレーできたわよ。今行きます。みんなにもなんじゃこりゃってなった思い出のプラモデルがあったら、コメント欄で教えてね。チャンネル登録お待ちしてます。それじゃ、またねー。